やばい、ちょっとこれ、これもうネオステージの2号と2番と G200J がもう軽すぎて、組み合わせが最強ですか。やばい、なんでこんな進化してんの。そう、進化する電動ゲームですからね。すっごっ、あ、食った食った食った、うわ、すごっ、やば、楽しい。このライトのタックルだから、でもパワーすごいね。もうなんかジギングって変わったね。いやー、こんにちは。こんにちは。やばーやばい、朝から、なにこれ、ちょっともう新しいさ電動ゲームのタックルが出たっていうんで、わらちゃん、はい、私参戦したんですけれども、ありがとうございます。もう朝一です。朝一ね、一発で目でヒットしちゃいましたね。あ、でもこの電動ゲーム進化版が、はい、どん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 私のもうね、知らないとこで進んできますよ、これ。進んでてますよ、ほんとに。リールはコンパクトになったんですけど、ポールブレーキダイヤルはしっかり大きいんですよ。指先だけでっていうより、しっかりこう回せるから細かい調節が効きやすくて、で、やっぱね、ジグってポールの時間もすごく大事なので、使いやすい。ちょっとね、魚が口使わない時間になっちゃって、あのラインも全然出なくなっちゃったんで、ジグを軽めのちっちゃいサイズにして、ストップアンドゴーですよね。もうこう ジョグでねやると本当簡単なんですよ。もうピッピッピッって、なんかね、タチウオの深場とかでも結構やるんですけど、ハマったわ。気持ちよかった、持ってってくれました。イエーイ。私ジギングでタチウオパターンって初めてなんですね。証らしいですよね。で、ちょっと店長からは緩めの、あの柔らかめのしゃくりで誘ってってことなので、スピードもちょっと抑えめにしてね、高速の、スピードっていうよりは22ぐらいでふんわり乗せてます。めちゃくちゃ当たる。もうこのスピード22で大きいしゃくり、大きいしゃくりで、まあ大きな、そうですね、タチウオが逃げてるようなイメージを演出するっていう感じかな。あ、当たってる。ちょっと待って、よっしゃ、めっちゃ食ってるよ、どうかな。食った、5メーターぐらい、まあそこが41。よっしゃー、今ね、ちょっとしゃくりモード、あ、やばい、めっちゃ出るわ。ちょっとゆっくり体勢取ります。わらちゃん今、はい、下からちょっとだけしゃくって、はい、手気味、あのわらちゃん動かさないでって言ってたんで、はい、あー、いえ、ありがとうございます。来た、お、元気元気、すげえ上で食ってきた、元気元気。ちっちゃいかな、よいしょ、あ、抜けちゃいますね。あ、でもちっちゃかった。いや、もうなんか今回本当にさ、はい、私このライトのバスで今日初めて使うんですよ、はい、すごい変わった ねめちゃくちゃ変わりましたよね。なんかさ、ロッドはもうこの2番までこうライトになったじゃん、はい、そんな特徴があるんですか。前回4番と 4G ってあったと思うんですけれども、うんうん、
それよりもこう柔らかくなって、うんうんうん、でさらにこう、まあ、通常のこういったワンピッチのジギングだけじゃなくてちょっと深場の赤むつとか、うん、そういったものに対応できるようなティップ の, ちょっとあの戻りの速さとか、うんうんうん、そういったのを今回搭載した、ロッドに仕上がっております。でマックスウェイトも 250g までしょえるんですごい広い、ね、そう結構幅広く使えるような、竿には仕上がっております。軽いでしょ何よりも。いや軽い、ね、軽いし、なんかこうなんかジグのウェイトを幅広く使えて、はい、そうもうなんかその250も深いのもいけるしさ、はい、140ぐらいもしっかり誘えるから、誘えるし扱いやすくてびっくりしました。トリップあればね結構何でもできるような、そうだよね、魚種豊富に使えるような竿には仕上がっております。でなんかまたこの組み合わせで、はい、G200J がちょっとびっくり、はい、そうこれね、うん、G モーター搭載したシーボーグのね、200番ですけれども、うんまあ、小型でさらにパワーがあって、うん、巻きの力もあるでドラッグ力もあって、うん、風に大物がかかってもちゃんと対応できるような家、うん、には仕上がっていても何よりも軽い、軽いよね、っていうのがやっぱ特徴で、まあ、正直言ってジギングってしゃくり続けなきゃ釣れないじゃないですか、うん、で1日しゃくってるとやっぱ重たいと疲れちゃうんですけれども、うん、このやっぱ軽量な格好ですと、うんまあ、ずっと釣りができるんで釣り続けることができるんで疲れずに、なんかもう近海青物まではこのタックルでもいけちゃうなって感じも、そうですね、それこれ1個あればこのタックルあればこういったベイエリアとかオープンウォーターのエリアでも、ね、あの釣りを楽しむことができるので、はい、非常にいい仕上がりになってると思いますよ。ねまたねちょっとジグもすごい、あのかなりジグは削って調整して、はいね、作りましたけど、ね、作り込みましたね。いやちょっとあのポールも効くし今日はちょっとねなんか魚活性バリバリ上げて爆笑したい ね爆笑したいです。ねえねえ、今回ちょっとしゃくりモードっていうのがあるので、さっきちょっと私この設定をしたのでしゃくりモードをスタートしてみます。いきます。わすごいやばい、このね G300 の時はねジギングモードあったんですけど 200J はしゃくりが、この辺もあ、食った食っ、すごいやばい、しゃくりモードで食っとる。あ、ちょっと待って、しゃくりで巻いてないこれ、あいや、すごいしゃくりモードの止まったとこでちょうどやばいすごくない？自動やん、自動で落とし直そうとしたら口使った。大丈夫？でも私が決めたしゃくりの幅で釣れたから一応、いやありがとうございます。もう今タモに向かってありがとうございます、イエーイ、やばすごいしゃくりモード見ました。私今なんか何にもしてないように思ったでしょ、何にもしてないように見えて、ま、自分でちょっとねこうなんとなくこうこんな感じかなっていうしゃくりの幅とかスピードやって、もう結構持ってただけだよね電動ジギングってこれなんですよ。もうなんかこれがねできちゃうっていう、もう新しいエリア、知らないエリアでこんな感じかなっていう、もう慣れてない人でも絶対楽しいけんやってみてほしい。明石のハマチちゃんが来てくれました。あれ俺来たよ、マフちゃん来とるやん、うん、小さいから抜いちゃいます。よいしょ、あ、ブリアやばい、ラッシュラッシュ、赤の青物ね、どうすか、やばい、スイッチ入ったらもうなんかほんと、ね、入れ食い状態になって関西って感じだ ね、すごいね、もうわっちゃいわっちゃいみたいな、すごい勢いで、これ小さい、あ、ほんとお姉さんですね、大きいの捨てきましょう、どんどんね、そうぜ、その電動ジギングっていうのがここまでその釣れるとかっていうのがなかったから、うん、正直驚きでは、あ、本当に、うん、結構そのやっぱ回数も多くてポイントね、いろいろこう流し替えてもらうんで、まあ、その水深だけ言うと電動必要ないかなと思うんですけど、潮も速いし、そうだね、その
深さ的には決して電動が必須とかいうところではないんだけれども、ちょっとそのもうちょっと早く巻いたらこう釣れるのになとか、うん、もうちょっと上の方まで巻いてくれたら当たるのになっていう場合結構あったりするんで、はいはい、でもまあいくらこう指示してもお客さんはそこまでこう巻いてくれなかったり、うん、ゆっくりしか巻いてくれなかったりするんで、うん、だから電動ってのはそういう時にもう勝手に巻いてくれるし、うん、ボタン入れれば早くも巻いてくれるから、はい、その今まで釣れなかった人が釣れる可能性っていうのはかなり広がるような気はするし、で既存にその今までその手巻きの普通のジギングをされてる方で、はい、いろんなテクニックを持ってる方はさらにこう魚が釣れるんじゃないかなと思います。かなりいいんじゃないかな電動ジギング。本当ですか、うん、すごいと思う。ただそのだからってその電動ジギングだからってその特にこう太いラインとか使ってしまうとこの良さは消えちゃうと思う。あ、そうですね、うん、だから普段のジギングで普段の、リールの代わりに電動ジギング、電動リールを使うっていう形でやってくれれば何ら問題はないと思う。はい、今ね潮はちょっと変わってきて起伏のあるところに来ました。で下の方に反応があるんですけれども、まあ、ベイトがねタチウオだったりイワシだったりしてるんですけれども、その起伏の峰に沿ってジグを動かしていくんですね。で少し今早めのアクションで、時々止め寄れたりして触っております。その時にこうひったくってく感じなので、ジャーク&、ストップ、またジャーク&ストップっていうのを繰り返してあげると結構口を使ってくれやすいと思います。そうですね、注意の時は、はい、ジョグ入れたまますぐ行ける。あと 20m、 おサイズいいね。めちゃくちゃ曲がるでしょ。刺さってる。お、ありがとうございます。ナイス。はい、ありがとうございます。よいしょ。うわ、ちょっと、わらちゃん。はい。すごいわ。食わせの間を与えてって選手に言われたので、ちょっと大事にポールを意識しました。塩が、あ、ガチの塩、やばい。私これ手巻きだったら腕いってます。上がります。回しますね。よいしょ、おいで。うわー、でかこれがここで塩乗ったら私サイズ、ゴワラさん。これがさ、この塩に乗ったらさ、すごいですよね。止まらんのやけど。でもすごいパワーですよね。いや、すごい。1位、ね、楽しい。ロッドもしっかりしてるからさ、ね、曲がるし、ちゃんと取れるっていうね。預けちゃうわ。いや、いい感じです。どう？楽しい？いや、もうめっちゃ楽しいです。もうライトだからさ、ね、好きに操作できて、ね、こんなね、ジギングできちゃうなんてね。楽しいですよね。関西のジギングすごいですよ。攻略しました。